ISTP、はいはい、この表でいうところの上の段の下の人ですね、はい、ISTP ザ・クラフター職人ですね。 IST IST の本質は、はい、あらゆる種類の工具装置機械および機器を巧妙に操作することで最もはっきり見られると。繊細なドリルから超高速ジェットまで、小さなメスから巨大なクレーンまで、道具は人間の力を拡張または変動させることができる人が機器だと、はい、拡張機だと、はい、なるほど。車両、持ち上げ機、切断機、武器など取り巻くツールのカテゴリーの中で、私たちの多くは何らかの形でツールを使用している、うん、そうですね。確かにもちろんほとんどの人が何らかの形でツールしているが、この ISTP クラフター人口の約 10% に相当は、この工具のスキルを必要とするあらゆる工芸において真のツールワークの達人だと。早い時期から彼らはまるで磁石のようにツールに惹かれていく。ツールは彼らの手に落ち、使用を要求し、彼らはそれを操作する必要があるんだと。実際、ある特定のツールが信じられないほどの精密さで操作されている場合、そのオペレーターはおそらく ISTP であろうと。プラトンの職人、アリストテレスの快楽主義者の変わり種として、この ISTP はほとんどの点では基本 SP はもう一緒、はい、としては SP っていう形では変わらないと、うん、他の SP と同様に彼らは言葉の使い方が具体的でツールの使い方が実用的だと。彼らは芸術や工芸に興味を持ち技術に夢中で機器の作業が得意だと。思考としては享楽主義的で楽観的で皮肉っぽく、焦点は現在。彼らは芸術的で大胆で適応力がありたいと見られることを望みます、うん、興奮しやすく直感を感じ影響を与えたいと願い、感覚を求め寛大さを重視し巧妙さを追求します。テクニックですね。知的には物流や戦略、外交は特に興味がない、うん、さらにはタフマインドで、その性格から来るもので、エンターティナーの情報提供役割よりもより友好的で優しい性格が必要とされるエンターティナーの指令的なオペレーターの役割をより簡単に果たす傾向がある。控えめで孤独を愛する性格から来るもので、彼らはプロモーターが事業を促進するよりも機器を扱うクラフターであることに惹かれるようです。まあ、人よりも機械に興味がある、うんうん、大腸そうですもんね、はい、チャット GPT、 チャット GPT とよりも、はいはい、ではクラフター ISTP はツール職人技は巧妙だが、それは故意な目的よりも衝動から生まれている。これらのアーティザン ISTP、 アーティザンにとって SP にとって行動は計画されていない方が楽しみであり、やること以外の目的を果たすよりも効果的ですと。なるほど、はい、楽しいが先なんですね。やりたいじゃないですか。いや、チャット GPT は、はい、役立つからやろうじゃなくて、はい、楽しいんですね。楽しいんですよ。楽しいからやってるんですね、はい、それが一番身につくとも思ってるみたいなでも楽しいんですもんね。楽しいやるとすると、はい、役に立つからやろうなんですけど、はい、そんなんじゃないですもんね。楽しいからですよ、はいはい、ISTP 型は自分の行動が自発的で拘束されていないことを好みます。彼らは自分の直感に従い、自分の衝動が規則、ルール、法律に服従することなく自由になることを望んでいる。実際にクラフターは ISTP は時には激しく服従せずであり、階層や権威を不要厄介なものとみなすことがある。これは規則に逆らうっていうよりも、単にそれらを無視し、それが自分の実行に影響を与えないようにするっていうことが主だと言えます、はい、
これですよね。よく言ってますよね。よく言ってますよ、はいはい、別に規則を無視したいと思ってるわけじゃないみたいな、はい、やりたいことやってるだけだって話ですよね、はいはい、ISTP は自分のやり方が自由にする必要があり、次の動きごとに衝動が彼らを駆り立てるように変えることができ、次の動きを巧みに行う能力を誇りに思っていますと。ある意味ではクラフター ISTP はツールで作業するのではなく、衝動に従ってスケジュールにとらわれずツールを選んでいる、はい、外部から課せられたスケジュールが彼らの衝動と一致するならいいが、そうでなければそれはスケジュールが悪い厄介この人、はい、この人厄介ですよ、はい、言うこと聞くわけないですよ、まあ、はい、はい、あ今僕のこれが、はい、この人の衝動に従ってるといいなと思いながら、はいはい、クラフター ISTP たちはまた衝動でレクリエーションを求め、いつでも気が向いたら遊びたくなるときに遊びに出かける、はい、下界はゴルフのラウンドをするために簡単にスケジュールを変更し、大工は波が良かったりすると仕事に遅れることがあると、はい、待て待てですよね、はいはいはい、すいません。日常のルーティンを逃れて遊びたいっていう衝動は、はい、それには抗うことができず、はい、それ衝動が圧倒的なものになることがあると、はいはい、ISTP は何かをしたいって感じるときは、うん、それを止めないようにすることが勧められます、はいはいはい、だから僕ちょっと今もう恐怖ですもん。何がですか僕から何かをしたいって言っちゃいけないって、はい、そんなことはないです。もしかしたからですね、下からどうですかって気が向いたら、別に下でも上でも関係ないですよ。あ、そっか、はい、そうだったはいはい、衝動を刺激する感じじゃないですか頑張ります、はいはい、ISTP は、衝動的だけでなく、彼らは遊びでは何度も怪我をすることがあるにもかかわらず恐れを知りませんと。すべてのタイプの中でこれらのアーティザン SP は最も自分自身や自分の技術、運やオッズに対抗させる能力が、対抗させる可能性が高いですと。彼らのレクリエーションでスリルを求める方法には終わりがありません。彼らは楽しむために危険を犯す、特に速い動きの形で興奮、例えばレーシング、スカイダイビング、ウォータースキーが得意ですと。ピークな経験の興奮を求めるこの欲望は、他のどのタイプよりも退屈に対して影響されやすくし、刺激を求めてますます速いペースに駆り立てます。しかし奇妙なことに、ISTP は、このクラフターは自分のことをしている間は退屈ではなく、何も起こらない長い期間があるかもしれませんが、旅行、サーフィン、狩り、釣りの間もそうだと。一般的でこれらのタフで口数の少ない SP アーティザンは行動を通じてコミュニケートし、言葉のスキルを発展させることにはあまり興味を示さない。表現力の欠如から学校や仕事場では孤立しているように見え、遊びでは同じような仲間と時間を過ごすことがあっても、仲間付き合いはツールの使いこなしに基づき、会話は少なく完結。実際、コミュニケーションへの無関心さは、別のタイプの医師や教師によってしばしば、学習障害やディスレクシア、まあ、これも学習障害のタイプの一つですね、として誤解されがちで、これは医師や学者の疑問視される概念ですと、うん、ISTP はどんなに複雑な強力な機器も扱わせ、それをどれほど早く使いこなし、どれほど正確に操るか見てみましょうと。はい、そんなんじゃないよってことですね。学習、どういうことですか。もしかしてその学習障害だと思っても、はいはい、道具を使わせると誰よりも巧みだと、うん、多分やれって言ったことをやらないみたいな感じですよねもう教師にしてはそうですよね、はい、要は教師としてはこれが国家として与えられたカリキュラムだ、
はい、これをやらなければならない、はい、コミュニケーションは大事だ、うん、ルールに従わせようって思ってるのを、うん、はい、この人にとってはもう全く興味がなければやらないですもんね、はい、やらないだし、その、まあ、ルールとかだけじゃなくて、はい、今は国語の授業だ、国語の勉強、ここ、はい、言葉は大事だ、やりたい、国語をやらせよう、やらせよう、やれって言った時に、はい、この人は勝手ななんか違う算数の勉強してたりするみたいな、まあ、算数ならいいですけどね、まあ、なんか好きなことをやってる、そうですよね、予想ごと考えてるとか、はい、そうすると国語の成績が下がる、そうですよね、みたいな時にカリキュラム的には下がってますよね、はい、そうするとこの子はなんかその発達障害なんじゃないか、学習障害があるんじゃないか、コミュニケーションも取れないし、はい、孤立してるしっていう感じで、まあ、孤立とかじゃなくてね、はい、学習障害なんで、学習、この子は学習できないんじゃないかっていう評価を教師とかから与えられるみたいな、ね、そういうのありました、ある気はします、はい、なるほど、はい、この具体的で芸術的な知性を持つ ISTP クラフターは現代のアメリカの学校に豊富に存在する事務人文科学理科のカリキュラムに全く興味を持っていません。これが彼らを問題に巻き込むことがあると、あ、今言ってたやつですね、はいはい、なぜなら彼らは課題をやる気がないからです、はい、普通の学校の仕事は結局のところ ISTP がやるつもりか、やるつもりのない何らかの準備に過ぎないと、はい、まさしくそうですね、はいはいはい、クラフター ISTP は何かの準備をすることは望んでおらず、だって興奮することがやりたいんですよね、はいはい、これらを潜在的な教師に明確に伝えるよう気をつけています。座って協力することを拒否するこの態度が最低限の脳障害、過活動、注意欠如障害のラベルを貼られ、はい、興奮剤の麻薬が処方されて服従させられることがある、はいはい、これは問題ですよね、 ADHD とかそういう言われるんですよね、多動みたいな、はい、で薬処方されちゃうって話ですよね、もう本当これはねこれは有意識問題、はいはい、こうしたラベルは純粋な、フィクションであり架空であり、この実験的な麻酔療法は犯罪である可能性がありますと。確かに ISTP 型は活動的ですが、それは興味深いことに自分の腕を試すことを固執して行っているだけだと。彼らはツールを中心としたカリキュラムで働くことができますと。なんで好きなことをやらせれば全然やるってことですね、はい、そんな感じです、はいはい、学校教育が不十分でもこの多くのクラフターは自らの戦術的なスキルを発展させることができますと。手と目に恵まれたクラフターは素晴らしい職人、大工、整備士、配管工、家具職人、織り手、宝石の職人などとなります。彼らはあらゆる種類の乗り物、トラック、列車、飛行機などの最高の操縦者であり、また比類なき外科医、芸術家、アスリート、音楽家、そして戦士でもありますと。生まれながらのハンターであるクラフターは幼い頃からあらゆる種類の武器に魅了され、すぐに致命的なうまさで武器を使うことができ、その腕前に誇りを持っている。最善の戦士は兵士や警察の中だけでなく、暗殺者や西部のガンマンなど武器の芸術家とみなすことができます。すべての戦士が ISTP であるか、すべての ISTP が武器の専門家であるわけではないが、巧妙な使い手はおおむね ISTP であることが多いと言えますと。このクラフターは知るのが難しい存在です。一方で平等主義者であり、友人、チームメイト、相棒には献身的であり、友達には最後の一枚まで与え、建設プロジェクトや機械作業、例えば家の改装、ボートの修理など、友達の手助けのために時間と技術を惜しまず提供します。それは僕も感じています、はい、ありがとうございます一方でこれらのアーティザンは単独の存在であり、スケジュールや約束に縛られないと考えており、そのため常に
援助の申し出を実行することができるわけではありません。衝動が彼らに訪れるまで、はい、助けてって言ってもこの助けたいっていう衝動が現れるまで、現れるかどうかは分からず、友達は彼らを見るまで期待しない方が良いでしょうと、はい、来たなら最後の1枚まで与えてくれる、はい、やり始めればみたいな衝動が訪れば、はいはい、この寛大さと気まぐれの組み合わせは特に ISTP クラフターの家族にとって難しいものですと。ISTP は配偶者に対しては王室なような扱いをし、強烈な注意と手作りの美しい贈り物を贈り、子供たちとは仲良しで根気よくツールのスキルを教えることができます。はい、しかし同時に家族を忘れて友達と長時間過ごすことがあり、家族の責任から離れて旅行に出かけることもあると。これらのクラフター ISTP は冒険を求め、飛行機を操縦したりボートを操縦したりバイクをレースしたりする自由を必要としている。家族がもし彼らと幸せに保ちたいと望むなら、長いリーシュコード、あのサーフィンでいうところの、はい、サーフィンが離れないようにコードとつなぐんですけど、はい、それを長くする必要があると、うん、それが賢明だと書いてありますね。はい、よく犬の散歩行った時に長いコードあるじゃないですか、はいはいはい、あんな感じですかね、はい、どっかある程度遠くまで行けるように、遠くまで行けるように10メートルぐらいの紐が必要だと、はい、どうですか。まあ、そんな感じはします。そんな感じはしますよね。その学生の時とか、あ、まあ、特に子供の時とか、はい、こんな子は見たことないって先生に言われたぐらい。そう、あのねまあこれ何回も言うんですけど、はい、僕の動画のきっかけも、はい、僕はこんな人見たことなかったんです、はい、僕は、まあ、僕が普通だと思っているので、はいはい、悩み事を話すと、はい、すごいすっとんきょんのことが返ってくるんですよ、はい、で僕はあこの人変だなと思って、はい、面白いなと思って、はい、動画を始めると、はい、みんながこの人に夢中になるんです、はい、素晴らしいことを言っているって、はい、違うとこの人は何て言うんだろう、この人が AI だと、はい、なんかすごいまともなことを言ってるけど、はい、心なんて一つもねえよと、あ僕が言う心もまた、はい、みんなには理解できないんでしょうね、はい、うん、何も同情なんてしてないと、はいはい、心もこもってないと、はい、でもなんかみんながねこっちに吸い寄せられるんですよね。わかんないですけどね。わかんないですけど、すいません、はい、ガジェット大好き、新しいものが好きって言ってるイメージがあると、はい、まあそうですね、はい、iPhone とかもいち早く持ってる感じですもんね、はいはい、ある程度こうもう使いこなしたいんですよね。はい、はい、もうその衝動僕には全くないので、なのでこう絶対新しいものが好きかっていうとそうでもなかったです。よくあの、あ、なるほど、はい、よくこのマーケティングとかで、はい、アーリーアダプターとかってあるじゃないですか、はいはい、ではこのものが流行る時の一番初めに手を出す人、はい、で、はい、ISTP ですかね。そういうわけではないですかね。衝動が現れなければ、まあ、多分そうだと思います。 iPhone も触ってない、はい、早ければいいってわけでもないし、遅くても衝動が来れば多分やると思うし、あ、はい、なるほど。この要は時期に乗ろうとか、はい、そういうのじゃないってことですね、うんうん、なるほど。まあ、新しいものが出た時に、はい、すごい魅力的に映ることはあるので、はい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 、衝動が湧くことは多いとは思いますけど、はいはい、さくらさんは夫が ISTP だが何かを決められると途端にやる気をなくすみたいで自由人すぎると。はい、わかります。はい、はい、J の私とはこの辺りで揉めると。はい、ああなるほど。決めたい、あそうと決めたくない、決めたい人と決めたくない人はい、特に ISTP はそれが強そうですね。まあ、衝動、あだからこう何かやらなきゃいけない時は、はい、もういかに自分の衝動をそこに持っていくかに焦点が当たる感じです。やりたくないことは絶対できない感覚が自分にあって、はい、絶対サボる自信があるし、やりたくないことにはなるほど、はい、まあ、これの感覚は、あ今言葉尻だけを今、はい、そういう人がいるんだなって、はいはい、なのでその衝動に合わせるみたいな、いかにそっちに持っていくかみたいな、
何を言ってるか全く分かんないです、はい、いやいや、まあ、そういうことです、はい、そういうことなんだなって、はいはいはい、だって理解できないものは理解できないですもんね、感覚的にはね、はい、うん、だってはいはいってできないんですもんね、これ決められてるんですよこれって、はいはいはいじゃないんですもんね、まあなんか1分でできるとかならできますよ、はいはいはい、はいはい、大した手間もなく、はいはい、だけどこう学校の勉強みたいにずっとそれをやり続けなきゃいけない、はい、1年間意味もなく、意味がないんでしょうね意味もなく、興味のないことは、はい、興味のないことを意味もなくやらなきゃいけないみたいな感じになるので、いやなんか知識と教養があると役に立つよみたいな、で役に立つやりたいと思ったものは熱中できるので、やってるって話ですね、はい、はい、